小瀬先生、小瀬先生、はい、あれ若返りましたね。ああちょっとね、ええ、ここのとこをね、ええ、ガングリオンってちょっと、ええ、あの油が溜まったりするような、ええ、あれになってて長いこと気にしてたから、ええ、で思い切って手術したんや。ああなるほど。この手術するときはひげほんまやったら髪の毛も剃ってほしいぐらいなこと言ったね。なるほどなるほど、うん、まあ僕なんかてっきりねこんだけね、うん、若返って見られるんでクリスマスでも行こうかなと思ってましたよ。いやいやいや、だいたいあのひげ生やしたら年寄りくそになるからあれやけど、ええ、10歳ぐらいおかげられましたね。年寄りくさいのが、ええ、この動画の値打ちやとか言われて、いや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 、まあ面白かったらいいんじゃないですかね、うん、まあそういうなんで、ええ、ちょっとあのまだ痛みがちょっとあって、ええ、熱持ってて、っきりねクリスマスで決めてきたんかなと思いました、うん、いやいやいや、もうクリスマスにね、ええ、ちょろちょろとあのするようなあれではなくなったからな、ええ、ああそうなんですかと言いながら、ええ、去年はあの仮装するやつ、ああ仮装パーティーね、あの、うん、ハロウィンね、うん、ハロウィンなんかにも呼ばれて行ったりしたけどね。小津先生の子供の頃のクリスマスパーティーってあったんですか？ああ、ありましたよ。それから近所にあのキリスト教の教会があったから、ええ、ほんとあの日曜学校っていうのがあって、ええ、結構子供が行ってたんやな、ええ、僕らは行ってへんだけど、うん、ほんでそういうな行ってる子が誘いに来るんやな、クリスマスやからたまにはあのおいでとか言うて。あ、僕もちっちゃい時にですね、うん、あの1学期500円であのイベントに参加してました、キリスト教会のね。でなんか行ったら、うん、あのまあなんかちょっとお菓子が出たりして、そうですそうです、うん、で手伝いとか披露してくれるんです、まあ、うん、子供はそれで結構釣られてね。だから天草四郎なんかも奇跡って言ってるけど、うん、あれは手伝いだったんですよ。大体その宗教っていうのあのインチク臭いのがいっぱいあるから、ね、まあそれですごいと思わせるのがやったわけです、うん、それから僕らの時はその日曜学校の、そういうなメンバーに誘われて行って、で結局 夜なんかもクリスマスキャロルとかいうの、ええ、あれを歌いに各家、信者の家をぐるっと回るのになるんですよ。みんな何人かでこう歌うやつだね。そう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 、あれはあれでまたあの面白かったけどね、うん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 、だからそういうのは言ったけど、まあ基本的に家でクリスマスするっていうことはまあなかった、ね、あなかったですね、うん、なかったな。外のイベントだったと。ただうん外のイベントやけど、僕は大体ああいうそのイベントごとあの子供の時好きやったからね。あそれから あんまり理屈考えんと、例えば祝日は国旗あげる言ったら国旗こうね日の丸の旗をね、うん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 、あげたりするのが好きやったけどね、うんうんうん、だけどとあの年いったら主義主張よう考えたらああいうアホなことしてたなとか思うわけで、なるほど、うん、それからクリスマスツリーなんかも欲しいって欲しいってね、子供の時はそれみんなでやってたらね、教会が大きかったら、うん、ちっちゃいもんでいいからって言って、ね、お金貯めてね、買ったりしました。自分で買ったんですね、うん、今やったら100円ショップであんだけ安そうであるからね、そう考えたら今の子は簡単にそこそこ。当時のクリスマスツリーってあの偽物なくて本物の木ですか？本物の木使うこともあるし、ええ、それからなんかモールみたいなの作った簡単なもんやら、紙で描いたやつとかね、うん、紙で描いたのはさすが知らんけども、うん、もう作り物でもほんまにちゃっちいもんがあったけど、ええ、だけどまあ、 あの手っ取り早いのはその辺の杉の木の枝切ってきて、うん、それで立てて、それに綿乗せて、もみの木の代わりにね、そうそうそう、ほんであとはあのちょっとしたもんね、何、うん、でも小物あの飾りつけて、あとはモールのあの紐みたいなのくるくるっと絡めたらそれらしいなるやん。クリスマスプレゼントってあったんですか？うん、あクリスマスプレゼントはね、さかそういうなんでね、あのいろいろ呼ばれて、もうちょっと年いってからでもね、ええ、クリスマスやからとか言うたら、ほんと一人であの300円とか500円分のもん持ってこいとかいうようなあれがあって、うん、結局交換やね、ええ、そういうのはやりましたね。ああ、ああ、ああ、ということで親がくれるっていうのはなかったんですね。うん、家では全くクリスマス関係のことは一切しなかったね。うちは一応神道と仏教と、うん、普通の日本の家庭やし、まあ言うたら、まあ、うん、クリスマスという、うん、あの宗教と関係のイベントみたいな感じですね。そうそれからクリスマスカードなんていうのもあの出す子がおったし、うん、年賀状にクリスマスとあれと兼ねたような年賀状ね、1週間しか違いないですもんね。ハッピーニューイヤー&、ね、うんうん、メリークリスマスとかような年賀状くれる子もおったけども、うんうん、まあ僕らはそのあんまりそういうのには染まなかったね。なるほど、うん、なるほど。だけどクリスマスがねおかしいのはね、クリスマスってあのキリスト教の降誕祭ということや、日本らしいです ね、ところがイエス・キリストの誕生日というのは正確には分かってない、ね、あ分かってないんですか？全然おう、うん、でなんでその12月の25日がクリスマスになったか言うたらね、ええ、まあクリスマスの初めは西暦の400年ぐらいらしいけども。あそうなんですか？400年ぐらいですか？だから400年間はなかったってことや、キリストが死んでからな。ほんまに。ほんでその間にね、あのローマ帝国はミトラ教っていうあの太陽崇拝の、 あの宗教が
聞いたことないですね。流行ってて、ほうほう、で結局キリスト教はそれをあの標的にして、うん、あの要するに迫害みたいなことをキリスト教がやって、うん、乗っ取ったような学校やな。でも最初はキリスト教も迫害されてましたよね。まあそれからキリスト教が今度迫害する側にもあったわけやな、うん、難しいもんですな。で大体400年頃にそのミトラ教というのが完全に消えてしまったわけやな、でつっちゃうけども、あのミトラ教がやってたことが12月の24日っていうか、あの大体冬至の後やな、冬至の後太陽崇拝やからね、太陽崇拝の神さんっていうことはね、あの冬至は一番日が短いわけよ。そうですね。だから冬至の明くる日からは復活して、だん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 太陽が大きくなるっていうイメージやから。なるほど。ということは、うん、あの暦を考えた宗教なんですね。うん。それからそれをみんながやってたから、うん、でそういうあの習慣は残した方が、あの家康ではないけども、あの古い習慣はうまくの、うん、残しながら取り入れていくて。なるほど。じゃ潰したというよりは合併された可能性もあるんだな。だからあの完全に取って変わったわけやな。うんうん、取って変わったけど、そういう皆がやってる祭りというのは残しとかないかんというふうな感じで。なるほど。それとそこでそのキリストの誕生日ということはね、あのキリストが処刑されて復活したとされてるやん。ああ、そうですね。だから結局当時から太陽が復活するというイメージでね、うん、それで結局イエスは正確なあれがわからんわけやから、うんうん、その日を誕生日ということにしたら、ああ今のクリスマスね、うん、だから要はです、うん、この日の方が都合がいいと、ああそうそうそう、うん、そう、それからちょうどいい祭りやっとるかなと、うん、それをうちとこの方へ取り入れようというような、ね、まあ言うたらですね、うん、昔サンタクロースが緑やったけど、うん、コカ・コーラの影響で赤になったみたいな、うん、そんな感じですな。まあそういうことやな、うん、だからそういうなんで、それからクリスマスイブとか言うやん、イブって言ったら前、ね、日本では 前夜祭というふうに訳すけども、クリスマスそのものね、イメージとしてはね、復活あのやから、うん、いつから始まる言ったら、日が暮れた日からが1日やね、始まりが、うん、だから24日の 晩からがもう要するにクリスマスっていう。なるほど、夜にパーティーするのは正しいんですね、うん、それからクリスマスっていうのはクライスト、キリストやな、クライストのミサっていうことやから、でそれを24日の日没からがもうクリスマス。それは25日という扱いってことやね。うん、そういう感覚やね。だから24日やるの間違えてないけど。うん、そう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 、そやからあのそれでええんやと思うね。なるほど。うん、それでからそれで日本なんかでもいつから始まったかっていうのがあると、ええ、大体あのフランシスコ・ザビエルが来た時、この時からまあ始まったとさ、ね、ということは戦国時代からクリスマスのイベントあったんですね。でクリスマスはちょっとあったけども、うん、すぐそのキリスト教が禁教ということになったから、まあ、江戸時代じゃさすがにやれないでしょ。やれないでしょ、うん、ほんで結局あの明治になってからキリスト教が解放されたんで、ええ、それからやるようにちょっとやるようになったと、うんうん、ほんで本式にね、日本人に馴染んだのはね、大正天皇が崩御された日が12月の25日や。あ、そうなんですか。な、ほう、それから大正15年っていうのはそこまであるから、昭和元年っていうのは1週間ほどしかないわけや、ええ、うん、その25日っていうのをね、選定祭、要するに 前の帝が亡くなられた日やというので、うん、ええ、日本で休日になったよな。あ、そうなんですね。でちょうど休日になってるから、ええ、キリスト教のそのクリスマスやるのにも具合がええわけや。それであの日本人がその頃に、うん、そのクリスマスパーティーっていうのをやって、うん、帝国ホテルなんかでそういうのやったわけ。ということは戦前からそれなりにあったんですね。そうそうそう。ほんで帝国ホテルでやった時の最初のクリスマスなんていうのはね、うん、カッポレやとかね、うん、あ、カッポレダンスってやつですね、うん、あのカッポレダンスやな。それから大神楽ってあのおめでとうございますってやるやつあるやん。なんかありますね。 あれの大神楽やったりね、普通のお神楽やったりね、なんか傘で回すやつ、うん、あ、ほんで結局その西洋的な踊りは一つもなかったわけや、まあ、和風のクリスマスやったんですね。完全に和風やけども、うん、それを一応クリスマスパーティーと称して、うんうん、ホテルが宣伝してやったわけや、うんうん、あの大正天皇を忍ぶと、うんうん、ああそのちょうどそれもあるわな、うん、だからそっから根付き出したんですね、うん、へえ。でそれがまあ、 あのしばらくはやったけども、もう昭和になった、満州事変の頃になったらそれこそ鉄国、まあ、やれる状態じゃないですか、ね、やれる状態なんやからな、うん、それからそれでもう全然ポシャって、で戦後に戦後になったら、うん、今度はアメリカが占領してるわけやから、まあ、でまあチョコレートとかいろいろ入るから、うん、それ洋風の感じになったわけですね。それからまた復活してきたわけやな、うん、面白いですね、そう見たら、うん、そうやね。それからで今やと
そのクリスマスの日に男女がこうね、あのデートしたりするのが普通に、その日のためにあの恋人作っとかないかんとかいうような、まあ、それは今でも本当は家族のためなんですよね。そうそうそう、それをあの日本でそういう風になったのは53年4年ぐらいに、そうやね、トレンディードラマとかそういうのも東京ラブストーリーとかとこもあったやろし、だいたいその自分からだいたいあのクリスマスにデートするっていう風習が、あ、つまりバブルも関わってますね、うん、ちょうどね、うん、そういう時期からね、うんうん、なるほど。だから日本はあの でそれもしばらくしたらバブル弾けたら、うん、やっぱりもう家庭でやるべきやとかね、うんうん、けどそれまでのその男女がっていう、その前は親父族がバーやとかそういうとこでクリスマスパーティーやるから、うん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 、それに行くっていうね、あと経済的にもいいからいいと、うん、そうそういう量にも関わってると、うん、そういうことやね。なるほど、うん、と考えるとですね、うん、日本のそのクリスマスとかハロウィンっていうのは結構日本のそういう宗教の、日本のそういう天皇陛下とも関わってるのが面白いですね。例えばハロウィンだって近くに新嘗さんがありますから。そう、うん。もともと本当にハロウィンはそういう意味があるんですけど。そうですね。北条さんです。うん、ケルト族の。うん、だから割とあのそういう宗教的な祭りっていうのは、うん、どっかに共通点があるっていうことやね。そう考えるとね、うん、クリスマスとかハロウィン考えたら面白いもんですよね。うんうん、まあクリスマスっていうと、僕らそういうことな。なるほど、まあ、クリスマスが戦前からそれなりにあったってのが驚きですね、僕は。それがまさか天皇陛下が関わってるってことにもびっくりです。うん、そうやね。大正天皇がね。そうですね。なんか忍ぶイベントでこう、パッとやるんですね。え？なんかそういう大正天皇を忍ぶようなイベントで。忍ぶようなイベントではないねんけど、うん、ちょうどその日が祝日になった、うん。祝日っていうか、休日になったから。うん、まあ、休日だから、そういうね、うんうん、イベントができると。うん、なかなか考えられてますね。うん、帝国ホテルはさから積極的にね、うん、その10年間ぐらいはやってるわけ。なるほど。そう考えるとね、やっぱ歴史のつながりってのは面白いもんですな、うん、皆様はどう思われますでしょうか。まあ、今年のクリスマスは外に出づらいと思うんで、まあ、うちの中で楽しくやったらどうでしょうね、うんうん、まあこの頃はなんか、うん、あのネットでやったりするやんね。そうです、うん、あれはあれで面白いかもしれんけど、たまには違うクリスマスをやってみるのはいかがでしょうか、うんはい、クリスマスに対する思い出をコメント欄にいろいろ書きくださいませ、うん、いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。